と片栗粉でコーティングさせる。唐辛子の香りがいつもの2倍増しですね。はいどうも、早死にしそうな YouTuber 第3位のリュウです。ということでですね、今回はですね、秋といえば皆さん何を連想しますかね。秋の味覚ありますね。ハイボールとかビールとか焼酎もそうか。秋の味覚がいろいろあるんですけども、今回はですね、その秋の味覚の中でも秋はこれだろうと、エリンギですね。秋はキノコですよね。エリンギを使ってエビチリならぬですね、エリチリ、エビよりうまいんじゃないかと。それぐらい美味しい、本当に簡単で本当に美味しいので、やっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、それではですね、やっていきたいと思います。まずですね、材料紹介いきたいと思います。まあ今回はね、2人前ぐらい、2,3 人前作りますので、エリンギ2パック、100g、100g で 200g ですね。長ネギですね、3分の1本、ニンニクが糸かけ、やっていきたいと思います。はい、ではやっていきたいと思います。まずですね、エリンギってかなりプリッとした食感があるんですね。だからエビの代わりになるんですね。で、これを生かす切り方をしていきたいと思いますね。ここ食えますから、1センチぐらい、輪切りにしていく。ここはね、半分に切っちゃうんですよ。ちょっと厚め、こっちよりちょっと厚め、わかりますかね。ちょっと厚めにしてるんです、これね。はい、わかります。ちっちゃいので食べ応えを出すためにちょっと厚めに切っていきます。こんな感じで輪切りにして、ちっちゃいやつはちょっと厚め、こんな感じですかね。バサッと入れていきます。タレなんですけども、こうやってですね、線を入れちゃいます。真ん中に両端はね、つなぎ止めておきます。そうするとばらけないんですね、これね。小口切りしていけばいい感じのですね、みじん切りになるんですよ。好みの方法でいいと思います。これでもういい感じに。僕のニンニクの切り方は、ケツ落としてこう、僕包丁でやるんですけども、包丁じゃなければ片手に持ったハイボールとかをこうやってやってもいいですからね。これね、ハイボールも調理器具だっていうのを皆さんね、覚えてて。ただただ飲んでるわけじゃないんでね、このままスライスするとですね、粗みじんになるんですね。非常にいいみじん切りになりますんで、これがね、一番簡単。ここにですね、塩、この量だとね、2つまみぐらいでいいです。はい、で、胡椒ですね。まあ、僕はブラックペッパー使いますんで、ブラックペッパーちょっと多めに、はい、片栗粉ですね。衣をつけるような感じですね。はい、これぐらいのエリンギ全体にまぶしていきます。エリンギがね、サクッとして、後で合わせるチーズソース、これがですね、非常に絡みやすくなるんですね。普通のね、エビチリもエビに卵白を混ぜたりとか片栗粉とか混ぜたりするんでね、これはね、そのやり方をね、踏襲してます。全体によーくまぶしつけてください。はい、まあ、よく乾いたフライパンに油ですね、大さじ1、これぐらいですね。そして、火にかけます。大さじ1強ぐらい入れましたね。多めの油で焼くのがポイントです。中華はね、油けちったらうまくないですから、思い切ってやってください。よく温めてくださいね。フォースを感じると思うんですね。指先にフォースが集まってきて熱いなって思ったら、辛くてから全部入れます。テフロンが生きてるのがいいです。一つ一つがフライパンのこの面に触れるようにしてあげてください。煽ってあげる、ちょっと足してあげます。油はね、大さじ2ぐらいですかね。今強火にしたいけど、ちょっと中火に戻します。エリンギの表面をカリッと片栗粉でコーティングさせる。で、全体がしなっとしてきたら、油残ってます。で、このままですね、ここにニンニク1かけ、はい、ほんの少しです。はい、これやんないとね、香ばしさが出ないんですよね。最初はね、強火でいいんですけども、ふつふつしてきたらちょっと弱火にします。ジャップ、ここにね、大さじね、はい、3ぐらい、弱めの火でいいです。ジャップをね、炒めてちょっと酸味を飛ばしていく。こんな感じでちょっとペースト状になってきたら、水 100cc、 小さじね、1/3、これね、1入れちゃうとね、ちょっとしょっぱくなっちゃうんで、1/3、これ減酒してください。はい、ちょっと溶かし込みます。お酒がね、小さじ2、はい、一味唐辛子がね、小さじ半分ですね。これ、ね、内蓋どこやったのみんな、これ。多分辛いと思います。スースー沸いてきたら、片栗粉ね、これで溶かします。これで小さじ1杯小さじ2杯のお水を入れていきます。僕のやり方だと、片栗粉1に対して水2で、これをよく溶いたから流し入れる。入れたらすぐ混ぜる。いい感じのとろみがつきます。とろみがついたら、エリンギちゃん、これ投入していきます。誰もが忘れてる長ネギね、はい、
入れていきます。全体を混ぜてね、唐辛子の香りがいつもの2倍増しですね。あえてちょっと温まったらもうこれで完成でございます。お皿に持っていきたいと思います。今回ね、たっぷりできましたので、これねオーバルのお皿に、はい、ね、エリンギね2パック使ってるんで結構ねボリュームあるんでね、これねいいです。もう見栄え良くしたいんでちょっとね青ネギちょっと上から青をねちょっと加えてあげます。はい、ちょっとこう糸唐辛子振ってあげるとねおめかしそうですね。エリンギで作るんですね。エリチリ、いやー完成です。それではできました。早速食べていきたいと思います。いただきます。ウイスキーをね、いただきます。プリップリのエリチ、いただきます。ほほほ、うまい。唐辛子結構途中入っちゃったじゃないですか。あれもまたうまいですね。僕辛党なんで。うん、エリがプリップリ、この歯ごたえ、チリソースうまみがねたっぷり詰まってるんで、エリンギはね焼かれることによってうまみがキュッと凝縮してるんですね。エリンギのうまみとこのチリソースのうまみがこう融合して本当においしい。石突きの部分です。ここうまいっすから。うん、この辛さがうまいんだよ。チリソースが最高に美味しい。ご飯もガンガンいけますよ。エリンギの食感、チリソース自体のうまさ、エリチリを作るしかない。なぜならエリチリを出す店はないから。うん、皆さんぜひ試してみてください。何してんの、ちょっとこれスタッフ、これ内蓋、多分まあこれ僕がやったんですけど。めっちゃ入った。